皆さん、こんばんは。アップルサイダー52こと。この号では三浦淳右衛門ということで配信させていただいております。今日はですね、事例研究の4回目かな。アパレル会社勤務。中田さん。46歳とありますので、今はもう70代の後半かな。いや、そうでもないか。ほぼほぼ私と同年代のようなイメージですね。72、3というところでしょうか。まあそうですね。私の世代でもアパレル業界の好きな人ってのは結構いるんですよね。で、私もそういう業界のことはあまりよくわからないんですが、どうもね、糸張り仕事が好きだというね、そういう男性もおりましてね、真っ先にその、アパレル業界にまっしぐらというふうな、方、2、3、私も、声をかけさせていただいたり、声をかけてもらって、いろいろと事情を聞いたりしたこともあります。やっぱり、その、生理系の、まあ、強い理系の方っておられるんですよね。僕が知ってるのではあれですね、信州大学にもね、生理系の、理系の方の、まあ、部門とかがあって、で、そういうところを、まあ、卒業された方っていうのは、やっぱり、アパレル系の会社とか、あとは、そうですね、案外、ボタンの会社とかね、ボタンって結構やっぱりいろんな需要があって、繊維の知識が必要らしいんですよ。で、私たまたまね、スポーツアパレルとかね、から運動靴の業界の方から、やけに好かれてというじゃないんですけど、お声がかかったりしたことがありまして、お取引先として繊維系の業界のことは、私はもう全く門外漢なんですけど、なんかおかげさまでよく聞かせていただいたりしたことが、昔の経験でございますけど、ありますね。まあ、アパレルということで言いますと、そうですね、神戸の、まあ、有名な会社、ワールドとかね、ああいうふうな会社の、中で、いろんなお声がかかって、まあ、法人営業としては、お伺いしたりしたことも過去にありまして、アパレルの業界のことは全く私は門外漢なんですが、なぜか、クライアントとしてですね、情報をいただくことが多かったです。まあ、なかなか繊細な業界のようでございますが、まあ、高付加価値商品を扱っておられるので、利益率は大きいんですよね。その代わり、まあ、流行とかで、あまりディスカウントが、極端に続きますとね、ブランドイメージが落ちたりしますから、涙を飲んで、まあ、廃棄処分にするとか、ということも、まあ、多い業界だと聞いてます。まあ、基本的にはですね、景気向きのいい、まあ、局面では、高収益の、まあ、高付加価値のっていうところで、いい時はいいと。ただまあ、一旦ブランドイメージを何か損ねるようなことがあると、まあ、業績不振でリストラの対象になるということも多いのかもしれませんね。今日はアパレル勤務の中田さんということで、あまりあの、多くのボリュームがないので、まあ、事情がよくわからず、事例研究としてはちょっと不足があるかもしれませんが、まあ、一応読んでいますね。勤務態度に問題ありと退職勧奨。突然の退職勧奨。私はアパレルの物流部門に勤めて12年になり、課長職です。4月末に会社側から6月末で辞めてもらうと退職勧奨を受けました。その理由は過去に私が取った行動や態度が会社に対して多大な損害を与えたということでした。サラリーマンにとって
死刑宣告とも言える退職という言葉が重くのしかかり、頭の中がパニックになりました。一人で悶々としていたところ、管理職ユニオン関西の存在を知り、早速加入しました。団体交渉で解決。組合事務所で皆の話を聞いたり、自分の話をしたりしている間に、どれだけ勇気づけられ励まされたことか、会社と戦っていこうという自覚も生まれました。7月6日に3回目の団体交渉で、会社側が最終的に出してきた結論は、10日間の退名、減俸、処分というものでした。振り返ると自分自身も反省すべき点が多々あり、この処分を受け入れるつもりです。もし管理職ユニオンの存在を知らなかったら、おそらく会社側の言うがまま泣き寝入りとなって退職させられていたと思います。しかし、それこそが会社側の思うつぼだということが、今になって気がつきました。この問題はこれで解決したとは思わないで、これからも自分自身の脇を固めて、会社の中に身を置き、対処していきたいと思っています。まあ、アパレル業界はですね、まあ、高付加価値性の高い商品を品揃えするという、そういうふうな傾向の、まあ、業界ですからね。逆に言うと、まあ、客商売の中でも一番繊細な、まあ、フラジャイルな、まあ、商品性なので、労働組合が入って、抗議行動なんかされた日にはたまったもんじゃないんですよ。まあ、あまり、こわもてで、強く突っぱねるということは基本的にない業界じゃないかなということは、推量できますね。でもこの方がですね、会社側のその、まあ、減俸処分ですが、この退名というのは、待機命令ということなんでしょうね。自宅で待機して、自宅で謹慎しとけということが10日間ありましたよという。で、この10日間という意味なんですけど、まあ、長くもないとは言っても、こう、そういうですね、処分を受けたという事実は残るわけですよ。前科一犯ですよね。ということは、まあ、この文面ではあまり語られてませんが、この中田さん、なかなか、まあ、ダメな真似を、まあ、一度二度ではなくて、やっちゃったんじゃないでしょうかね。まあこれ私のあくまで想像ですけどね、よくあるこの業界で、しかもこの方の所属するのは物流部門でしょ。納期でミスったんでしょうね。まあアパレルメーカーさんですから、まあ地方都市にもお得意先があったりするわけですよ。ね。で、そういうお得意先が、まあ、例えば、ね、チラシでですね、品揃えをしていて、この日にこのだけの品物をくださいね。で、お客様を集めるために新聞チラシも入れたと。場合によってはラジオ広告も入れたと。その当日に品物がなかったら、これは、大事ですよね。ところがね、この物流部門というのはこういうトラブルを、ま、起こしがちなんですよ。ね。で、一旦そういうことがあれば、流通関係の業界ではね、もう夜打ち朝掛けで、ね、業者のトラックでは送ってられないから、もう課長自ら、まあ、バンにね、あるいはトラックにね、積み込んで、もう次の日の朝の、開店時間までに、ヘッドスライディングで飛び込みで持っていくとかね、そういうことが日常茶飯事である業界なんですよ。多分そのあたりで多大な損害を与えたと言われているような内容のことがあったんじゃないでしょうかね。まあ本来ならば課長が飛んでいかなきゃならないのに、まあ他の方にこう仕事を振って、でその方が納期の時間帯にまあ物が届かなかったとかね。そういうクレームがあるとね、この業界ではね、致命的です。うん。どのような大手さんでもそんな真似はできないんですよ。大手であって、知名度が高い、まあ、アパレルメーカーさんであればあるほどそういう真似できないですね。
で、まあ、そういうようなこともあって、まあ、多分、この課長さん、中田課長さんは、その自覚があったんでしょうね。だから、この、対名減俸処分という、まあ、厳しい前科一犯を甘んじて受けたと。な。本人も自覚するところがあると書いてあるわけですから。まあ、普通だったらクビですよね。で、アパレル業界なんかではね、やっぱり前の会社で悪い噂があるよということになると、次の会社に転職したりするときだってハンディキャップになると思いますからね。ですから、まあ、労働組合で戦うというようなことに関しても、是々非々だと思うんですよ。ね、この方はたまたま幸運にもうまくいったケースだと思うんですけど、そういうことに躊躇する方も、まあ、おられると思うんですね。で、中田さんの場合は、幸運にも管理職関西、ユニオン関西ですね。管理職ユニオン関西の、まあ、ビッグネームでしたからね、この時代ね。会社側が折れたんでしょうね。まあ、折れたとは言ってもね、決して会社側は、この中田さんに対して、まあ、観察期間中だよという意味合いもあって、このような、処分を残したんでしょうね。だから、このご本人は、かろうじて首は繋がったが、脇を固めて、というような心新たに、まあ、就労を続けるという形で終わっておりますね。まあ、この方の後日談ね、興味関心湧きますけれど、まあ、そうですね。アパレルって結構若い、まあ、マーケットなんですよね。ご高齢のマーケットもありますけど、まあ、基本的に流行、流行り廃りのあるマーケットっていうのは若いマーケットなんですよ。ね。そうするとね、次第次第に、このベテラン、ロートルというのは、まあ、感度というかセンスというか鈍くなってくるんですよね。まあ、比較的そういうことの少ない物流部門の課長さんですけど、物流の世界にも、まあ今目まぐるしくイノベーションというのかね、技術の進歩に伴って、まあ覚えることも多くなるし、学習しなければならないことも多くなりますね。そういうことで、この年代特有のですね、キャッチアップのそのまあ言ったら許容範囲許容度によって、引き続きそのリストラの対象になるという。リスト入りの可能性は残るわけで、特にこの90年代の後半というのは激変しましたよ。この頃の倉庫物流はね、マンパワーだった時代から次第にそのハイテク倉庫が出てくるし、今やね、アマゾンさんのようにロボット倉庫が当たり前みたいな物流環境になってきてますからね。まあ、この世代はずーっと日々日々、試練と、勉学、ね、次の時代を見越した研究、ね、パソコンが使えないとかいうバカなことを言ってられないという、そういう厳しい時代だったな、というふうに私は思います。今日はちょっと中田さんのボリュームが少なくて、事例研究としてはちょっと寂しいものがありましたけれど、引き続き、事例研究お付き合いをお願いしたいと思います。今日は以上にいたします。またのご視聴をお待ちしております。